ッドベリバリー、りょうすけです。今日はね、世界のミステリーハンターということで、メキシコといえば歴史的にめちゃくちゃ有名な文明があって、それがね、マヤ文明。マヤ文明がね、800年にわたって続いたすごい文明で、かつもう高度な頭脳と本当に当時のレベルでは考えられないぐらいの他の文明を凌駕したいろんな建造物とかね、歴史を持っていて、本当にね、結構謎にも包まれた、まあ、都市伝説とかにも取り上げられちゃうような場所なんやけど、さらにね、漫画で言うとワンピース俺も大好きなんやけど、ワンピースのね、空島編、やっぱりね、この空島編にはメキシコの歴史とか建物とか、まあ、そういうのがかなりモチーフになってる部分もあるんで、ぜひね、そんなマヤ文明の中でさらにめちゃくちゃ大事なチチェンイッツァっていう場所を皆さんに紹介したいなと思うんで、早速行ってくるぜ。ちなみにカン君からここまでで2時間ちょっとぐらいで来れる場所かな、入場料金がだいたい2700円ぐらいかな。これね、めちゃくちゃ上がっとる、年々上がっとって、2年前の記事とか見させてもらったらこの半額ぐらいやったね。ゲット、入れたね。ジャングルのスタートってことで、本当のこのチチェンイッツァもうすごい場所で、マヤ文明ってマジですごくて、まあもちろん聞いたことある人多いと思うし、都市伝説とかね、好きな人はもうかなり耳にすることがあると思うけど、もう600年とか1000年頃にはもう天文学とかね、あのもう太陽とか金星とか火星とかも知ってて、もうその周期とかもこの展望台みたいなの作ってやってたし、あとは計算式とかね、20進法とかも開発してたし、なんで滅亡してしまったのかって今でも謎なぐらい、本当にその卓越したものを持ってたあの文明がこのマヤ文明、そのマヤ文明の中でももう1位2位を争うぐらい有名な場所ということで、この中にね、いくつか有名なポイントがあるんで、ちょっとそこに行きながらみんなに紹介できたらなと。古代都市やね、名前にちょっとねロマンを感じるよね、古代都市。結構ね、この建物とか考え方とか遺跡の形状とかは漫画のワンピースのこうモデルにもなってるって言われてるような場所、あの古代都市とかあったと思うんやけど、まあそこの寺院のあたりの遺跡がやっぱこの辺をモチーフにしてると。正面に見えてきます、一番有名なこのマヤ文明最強の遺跡、ダダン。すげえな。これがね、エル・カスティーヨ。チチェン・イッツァといえばこれ、もうピラミッド、マヤ文明のピラミッド。本当にね、この辺ってもうジャングルの密林地帯なんよね。そんな密林地帯の中にもかかわらず、ここに最大の、まあ、古代都市を繁栄させたこのマヤ文明、これククルカンの神殿とも呼ばれちゃうんですよね。すげえな、何これ。あの映像で見るよりね、めっちゃでかい、ほんでめっちゃ急。ここはね、1988年に世界遺産に登録されてる場所、ククルカンの神殿ってかっこいいよな。でククルカンっていうのがポイントで、これがね、ククルカンっていうのは農耕の神様、農作物の豊作を祈って、このククルカンの神に祈りを捧げてたと。すごいね、みんなパタパタしようんやけど、鳥の鳴き声みたいなね、クプンっていうのが返ってくるらしいね。ワンピースのあのジャヤの先住民とスカイピアのこの神官が戦ってたような場所やからな。ククルカンっていうのはね、こう蛇が羽を持った神様みたいなこの見栄えらしい。これがめちゃくちゃすごいのは、ただのこのピラミッドじゃないのよ。これを作るっていうだけでもうめちゃくちゃ大変やん。千何年前に作られたこの建築物自体でもすごいけど、ピラミッドやから登れるようになっちゃうけど、階段にも意味があって、なんとこの階段ね、4つの方向からもちろんこうなっちゃって、1つの階段で91段あると。どういう意味か分かるかな。 91×4 するとなんと364になると。そして頂上の全部の1段を足すと
365日、つまりこれは365日のこの1年の暦を意味する体現する建物らしいよね。何千年も前から1年が365日やっていうのを把握してこの建物を作ってるという。じゃあそりゃすごすぎるやろ。これをね、太陽暦の1年って言うんやけど、この太陽暦をすでに彼らマヤ民族は昔からもう分かっていたと。テレレン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 テレーマヤ民族っていうのはあのマヤ暦とも言うし、まあ、別の言い方もするんやけど、260日っていう計算の、彼ら自身の暦も使って、1年間を計算していることもあったという。ちょっと不気味なのはこの太陽暦365日とこのマヤが使ってる暦260日、この周期が52年に1回だけ重なる時期があると。でそれがまあ、マヤの人たちにとっては災いの年と、まあ、だからその年は本当にマヤの人たち歴史は長いけど常に恐れていた時期らしいと。プシャンプシャンプシャン見えるけど、これどういう原理、すごくない。で次はね、マヤ文明の中でも謎とされ、そして神秘的とされ、そして残忍な形でも映ってしまう、もうマヤのこの文明といえばこれという場所があるんで行ってみよう。その辺は道中めちゃくちゃお土産売ってるな。来たー。ここがセノーテサグランドっていう場所。セノーテは聖なる湖って呼ばれちゃう場所。あ、うわ全然見えない。すごい大きい穴。すごいな、大きな穴マジで。ここセノーテめちゃくちゃでかい穴、うん、普通セノーテってね聖なる泉って言われてるぐらいからめっちゃ綺麗なのよ。ほんで青色みたいな感じで透き通った、もう本当にあの太陽の光がね中に入ると光のカーテンができるぐらい透き通ったね綺麗な天然の湖なんやけど、ここは緑になっちゃう。ちょっと汚い感じでしょ。ここどういう場所だったかというと、ここがね生贄が行われていた場所と。ここにはね雨の神が潜むと言われてた場所で、この辺特有なんやけど寒気がめちゃくちゃ続くんよね。つまり全然雨が降らない時期っていうのがめちゃくちゃ続く。例えば8ヶ月間雨が降らないとかもあったぐらい、本当に雨が降らなくて何回もマヤ文明が滅びかけて、まあ、一説にはこんな高度な技術を持ったマヤがなぜ滅亡したのかっていろんな説があるけど、やっぱりそういうこの天災によって文明が潰れたって言われるぐらい雨が全く降らない、干ばつも雨が全く降らないっていうことが続くと、雨の神様に向かって、子供から、まあ、特に女性から男性までね、ここに生贄としてねここに投げ込まれていたと。あそこら辺から投げ込んでたやろうな。なんでそれが分かったかっていうと、この下の、湖を調べてみたらなんと人骨とかねいろんなものがこの下から大量に見つかった、だからここが生贄の場になっていたというのはもうほぼほぼ確証の事実だ。今はねもちろんこんなんがあるから通れないけど、あの前まで行ったらね全然もうこの穴のあの先まで崖まで行けるんで、でちょっとあの湖見えたと思うんやけど、干ばつが続くとね今俺らが見えちゃった湖のさらに10メーター下まで水位が下がったっていうね。エルカスティージョが見えちゃうこの向かいにあるこれが金星の台座と呼ばれちゃうとこで、マヤの人たちは金星を見てたと。金星がその星が見えてた時にはなんとね雨が降らない干ばつの時期が重なるらしくて、だからその星が来た時には悪魔の星って言われてたらしくて、なんでねこの台座を作ってその金星とかにも向かって雨乞いの踊りをこの上でしてたと。おいでここがねソンパントリって言われちゃう場所で、見てみんな見えるかな、これがね骸骨スカルのね、すごくない、昔、お、イグアナなんでこれスカルが並んでるかっていうと、生贄にした人たちの頭蓋骨をなんと、それぞれ頭蓋骨をこう棒に刺して、それをこう頭蓋骨をドラーッとここに並べて、ここに展示をしてたと。で当時はねやっぱりそれでこう血が噴き出たりってことで、もうここがもう赤く染まってたっていう。でこの辺ね石像見ても分かるけど、やっぱこの蛇のモチーフ多いよね。ククルカンの神様見て、全面にこの逆側来たんやけど頭蓋骨がこっち綺麗ブワーッと並んどる。すごいよこれ、ちゃんとこう骸骨にこう頭の上から突き刺しとるな棒をね。ここがね球技場と呼ばれてる場所、なんか昔の感じやから闘技場っぽいけどね球技場なんや。
ここはね、150m ぐらいあるらしくて、めちゃくちゃでかい。でかいな、ここ。ここはね、ただね、みんながよっしゃー、玉で遊ぼうとかじゃなくて、一応豊穣の神、あの豊作を願っての、一つのね、まあこう宗教儀式的な感じで、みんなが球技をやってると。で、どんな球技かっていうとね、名前はないんやけど、どこを使うか、背中とか膝とか、よくわからん、これ上半身ぐらいで、肩とかで、あのボールを運んで、あの輪っかあるでしょ、ゴムで作った球をあそこの穴に通していく。本当めっちゃ高いけどな。この競技勝ったら何か褒美がもらえると思うよ。褒美があります。何かというと生贄になる権利です。すごいよな。勝った方のチームのキャプテンがなんと生贄になるという感じだよね。その生贄になる様子を描いてるのがこれで、首を切ってる。この時代ではもう生贄になるということが何よりもね、名誉なことであった。本当に俺を生贄にしてくれっていう声もね、多数あったらしくて、 VIP 席あそこでね、上流階級の人たちが見てたらしいよ。北東側に来たけど、また違う感じやで。崩れたんか分からんけど、また神秘的な場所やけど、こっち側の奥に行くと10世紀頃のチェチェンと6世紀頃の旧チェチェンってやって、こっち側にすると旧チェチェン。来た。ここがめちゃくちゃ有名なドン。これ丸いドーム型のね、建物になっちゃうと思うけど、ここがね、想像つくかもしれんけど、天文台なんよね。ここら辺は旧チェチェンやから、もう600年頃に作られた天文台ってことで、でここに3つの窓があって、ここからね、それぞれ太陽月星の動きを観測して天文学に生かしていたというね、まあ、だからマヤがそういう天文学、それから数学とかにも精通して建物を作ってたり生活を送ってたっていうのが根拠付けられたこの遺跡カラコルだよね。すごいよ、天文学よ、天文学。600年に。はい、ということで今回はチチェンイッツァ、マヤ文明のミステリーツアーでした。いや、すごかったね。やっぱりマヤ文明800年も続いちゃうから、まあ、この辺ユカタン半島にはたくさんマヤ文明の足跡っていうかね、まあ、いろんなね、痕跡が残った建物であったり、話あったり、逸話があったりするよね。ここって本当にそういう川もないし、本当に密林に囲まれたジャングルの中でここまで発展した文明って本当すごいなって思う。でさらにね、ここまで高度な技術を持ったマヤ文明がなぜ滅びたのかというところも、まあ、有力な説はあるけど、これっていうまあ決まったものはない中でね、なんかちょっとこう謎に包まれ、まだこの解明がし続けられてるあの文明でもあるんで、引き続きね、もっともっと知りたいなと思ってた世界中のね、こういう謎ミステリーハンターも続けたいなと思うんで、本家のミステリーハンターさんも俺が必要になったらぜひ読んでください。あとね、その漫画のワンピースの舞台になっちゃうってところでもね、やっぱりこう漫画の世界で見てきたような建物がめちゃくちゃあったし、親近感を感じる感じのものになったんで、本当に良かった。ってことで、概要欄にね、俺あの本を出しますんで、予約販売が概要欄の Amazon サイトからできるし、あと俺のね、このバケットリストの新しい T シャツとかも出てるんで、ぜひ概要欄の SNS オンラインショップ本の出版も見てください。それから7月末からね、仙台のパルコの方でポップアップのイベント始まるんで、ぜひみんなも興味ある人は来てね。ということで今日も動画見てくれてグラシアス。それじゃあチャオ、バイバーイ、シーヤー。少し転んだって笑おう、そして進もう。